もうちょっとしたら、ぬくぬくしてきたら、陽気も良くなってきたら、買い物にも行けるけどな。羽振りが良かった頃に、羽振りが良かった頃なんか俺なんか一回もないから。ルキスケさん、おはようございます。嫌いな食べ物ありますか？あんまりないよ、俺。ないない。刺身は好きか？刺身はね、ああって感じ。要するに、刺身はおまけなんだよ。だから、飯のおかずじゃねえか。昔は値段見なかったくせに、いや、今見るよ、俺は。え、刺身で飯食うの？刺身は酒のつまみだろ？ちょ、待って、俺今飯の話してるのになんで刺身が出てくるのかが意味がわかんない。煮付けとか、煮魚とか、焼き魚だったら別だけど。刺身は飯のおかずじゃないよ。つまみだろ、酒のつまみじゃねえかよ。え、違うの？みんなは。いや、海鮮丼とかは食わねえから、俺。え、ちょっとここで俺、はっきり言っていい？海鮮丼は、歯切れ入れてるだけだからな。よ。海鮮丼は、ボリューミーに見えるけど、じゃあお前海鮮丼って普通によ、そこら辺のよ、道の駅で食ってみろよ。なあ、2500円、ぼったくりじゃねえか、お前。いくらだよ、じゃあ、お前らが食ってる海鮮丼よ。おい、歯切れぶっこんでよ。なあ。じゃあ、道の駅だけじゃなくても、そうだろ、っつうんだよ。寿司屋のランチで今日も食ったわ。昨日の余りもん食っとけ、金八先生。寿司屋のランチで出てくる。な？ネタは昨日の余りもんだわ、バカ。漬け丼でも食ってろ。色が変わったマグロの色変わすために漬けてるだけだから。クソバカ野郎が。ざまみろ。残り物の廃棄にお前使われてんだよ。タコスケが。ざまみろ、バカ。何がおめえ。え？昨日の余りもんでもコンビニ弁当いる。で、おめえいくらでそれ食ったんだよ。いくらのおめえよ。ランチの海鮮丼食ったんだよ。ほら、言ってみろ、ほら。いくらで食ったんだよ。1500円、バカじゃねえの、こいつ。お前食われてんじゃねえかよ。こういうのがいるから、やられんだよ。おめでとうさん。1500円だって。1500円だって。すいません。俺別にそんな1500円の昨日の余り分食いたくねえんで。1500円だってよ。いい商売してんな。
朝食はこれが、俺、だって、さっきコンビニで買ってきた、400円ぐらいの、ナポリタン食うから。大盛りの、コンビニの。もうそれで十分。で、この放送終わった後に、俺映画見ながら、それナポリタン食いながら、うん。そんなもんよ。いや、値段だから、もう。俺は、悪いけど。な、1500円のランチで何切ってんだよ。残り物がよ。な。わけのわかんないこと言ってんじゃない。昨日の余り物の海鮮丼1500円だとしても、佐野さんよりも。だからそれおめえ食ってりゃいいんだよ。別に。な、おめえが生きてんじゃねえかよ。よかったな。うん。アホじゃねえ。1500円とか。そのランチ食ってろよ。佐野さん、出前感も取れない人生。そうなんだよ、俺。だから金がねえっつってんじゃん。金八先生はお金があるから、ね、余り物に1500円出せるだけの懐の余裕の深さには、俺はもう、本当に感服いたしました。ああ、マジで。本当、すごいよ。あんたみてえのがいねえと、世の中回んねえんだなって思った。うん。素晴らしい。あんたが経済回してるよ。バカがいねえとダメなんだな、世の中はな。バカは必要なんだよ。ああ。味なんかどうでもいいんだよ、あんなもん。醤油の味しかしねえんだから。海鮮丼なんて。いやー、素晴らしい。こういう人がいないとダメなんだよ。ただ俺はそんなものは食う気はしない。いや、何にも論破されてないじゃん。どこが論破されたの？俺はだから、ね、400円ぐらいで買ってきた、ね、ナポリタン食うんだって言ってんだから。何が悪いんだよ。全然、何を論破されてんのかよくわかんないですけど。え、何が勝ちなんですか、じゃあ。いいですよ、どんどん勝ってくださいよ。ただバカだな、こいつって思ってるだけ。そうそう、俺金がなくて食えないから、もうほんと砂利銭で買えるものしか食えない。燻製煮丼なんか出したことないんですけど。すいませんね。もう無理無理だよね、これね。わらわらたくさんつけたって、お前もう負けたんだよ。1500円の余りもん食ってろ。な。筑前煮丼なんか食ったことねえよ。なあ。
どうやって食うんだよ、筑前煮込んで。いや、まずくはねえと思うけど、まあ、食わねえな。お疲れ様です。そう、俺はもう節約おじさんになってるから。かなり。いや、昔の話だろ？今食わねえって、だから今は食わないって言ってんの。今は節約おじさんになってるんだから、昔の話なんか引っ張り出してくんなよ。なあ。んだろ？今の話してんだよ。今、佐野はもう銭がねえから、なあ、カツカツでやってんの。ね、昔はシャレでそういうことやったかもしんねえけど、今もう金ねえって俺言ってんだから。ギブアップしてんの。もうギブなんだよ、俺が。昔はシャレなの。ふざけてんだよ、それは。昔はな。だけどもう今ギブギブだから。本当に金ねえから。もうギブアップだよ、俺、本当に。いや、昔あったんだよ。こう見えても FC2 では毎月150万ぐらい稼いでたから。今540円くらいじゃねパラメントだろ。毎月そんぐらい行ってたと思う。100万は超えてたよ。よかしてねえだんべよ。だってお前らがお金の話好きじゃねえかよ。だけど、もう俺金ねえよっつってんの。囲いの支援ないよ。何にも。誰が俺に支援してんだよ。じゃあ言ってみろよ。ねえべや。もうやさぐれてんだからよ。マルコなんか連絡なんかしてくれねえよ、もう俺には。なんか、金貸すって言ってたのに。俺ももう、もうアウトだなって思ってるから。